What would you do if the world were going to end in just 13 days? 家族と過ごすとは思うんですけども、今まで通りに過ごしてしまうかなと思います。この星を脱出したいですよ。世界を守る。終わらせない。それでもやっぱり13を完成させます。13日で。That's the challenge players will face in Lightning Returns Final Fantasy 13. What would you do? I'm Allie Hillis, the voice of Lightning.This is Inside the Square. The world in Lightning Returns is governed by a new game mechanic called the Doomsday Clock. プレイをしている時に、目標を達成するまでの時間が決まっていて、それがいわゆる余命時計になるわけなんですけれども、目的を達成するようにというようなところが目的になるように作っています。But it's not just about the end. In Lightning Returns, every day matters.その中での24時間に沿って、ゲームの中のキャラクターたちがこう生活してるんですよね。今までこう訪れた場所であっても、その24時間のサイクルの中で、ショップの店員さんだとか歩いてる人だとか、その雰囲気がどんどん変わっていくので、夜は危険で昼は安全、それは今回登場してる国によってやっぱり違うところがあって、このシリーズの中で今まで作ったやつだと、その世界をこう見て回るとか、そこのに住んでる人たちの生活に触れるとか、そういうのを観察するっていうことができないような状況が多かったんですけど、僕がびっくりするっていうものがやっぱ分からないですけど、NPC がいろいろな小物に対してすごく豊かな反応を示してて、でやっぱりその行けないところがなくなった、もうその世界を直にこう歩いてる、ダイレクトにこう歩き回って見える場所っていうのはもう行ける場所っていうふうになってるんで、自然にこう間違ってっていう、その何て言うんですか、全部それがこうつながってるシームレス感みたいな体感ができるっていうところがすごくこう違うなっていうか。そこの生活してる人々の中に入り込んでいくっていうのがテーマなので、人々をどう救うかっていうのがやっぱり、フォーカスしていこうとした理由ですね。 Bring it on! New battle mechanics focused on a single character will help players achieve their quest. 随分と直感的というか、自分でキャラクターを動かしてる感というのをどちらかというと今回は強く出してる感じですね。バトルってずっとこう3作通して進化してきてる、すごく重要なパートでもあるんですよね。でそんな中でもしっかりとこう戦術の仕組みであったりとか、ユーザーさんが こだわってもらえるようなポイントっていうのがいくつも盛り込まれていて、バトル中に崩しっていう要素があって、バトル中に敵攻撃するチャンスが増える要素があるんだけども、やっぱ凝り性の方とか、私そうなんですけど、カスタマイズでかなり戦い方も変えれるので。Every aspect in the conclusion of this epic saga is poised to excite fans and attract new players to the franchise. Yet none of this would have been possible without the leadership of visionary director Motomu Toriyama. すごい巨大なプロジェクトなので、ともすれば見失っちゃうときなんですよね。一つのビジョンに向けて、チーム全体を持っていくと。そこが強みだと思います。はい。ものづくりに情熱をかける方ですし、これぐらい真摯にやらないとダメなんだなと、ものすごく考えさせられる上司ではあります。自分の表現したい世界が先に来て、ディレクションする立場になったこともあって、自分の表現したい世界っていうのはそれぞれのスタッフが持っていただいたものをうまくまとめ上げてるっていう、やっぱりグループで作ってるっていうのをすごい意識してるんで、次の世代のファイナルファンタジーってどうなるんだろうねっていう使命を背負ってる作品をこう作って、一緒に作ってきてる。 As witnessed inside the square, the true secret to survival in any world is working together.